秋篠宮さまが東京都内で行われた中高生による科学の研究の表彰式を訪問されました。秋篠宮さまは24日午後1時半ごろ、江東区で日本学生科学賞の表彰式に出席し、優秀な成績を収めたおよそ300人の生徒らに拍手を送られました。その後、生徒らから研究成果の説明を一つ一つ受けられました。ユリの花の受精の仕組みを研究した男子高校生などに、おめでとうございます、今後も頑張ってくださいと笑顔で激励されたということです。この賞は全国の中学生高校生が取り組んだ科学に関する自由研究のコンテストで、秋篠宮さまは25年前から出席されてきました。